やあ、もうすぐ定期的に開かれる僕が大好きなイベントが開催されるんだ。ザウルス君の大好きなイベントといえば大人のための食育講座だよね。そうそう、季節ごとに開かれていて、いろんな食材を紹介してもらえたり、オリジナル料理を食べられたり、とっても楽しいイベントだよね。ザウルス君、よく覚えていたね。ここでテレビの前の皆様に改めてご紹介いたします。この食育講座は成人女性を対象にした食と脳を楽しむカフェスタイルの講座で、毎回違ったテーマで宮崎の食の素晴らしさについて知ってもらっているんです。毎回先生も来るんだよね。生産者や食のスペシャリストを招いて講義をしてもらうんだけど、前回は終了を楽しむ大人レッスンと題して、県産菊に学ぶ腸腰の節句を勉強したよ。さらに生産者のお二人にお越しいただき、パパイヤの栽培方法からオリジナルレシピまでいろいろ教えてもらったんだ。美味しそうなランチも食べてたよね。パパイヤや宮崎牛、JA フーズ宮崎の冷凍野菜を使った特別コース料理のことだね。ベルエポックの宮田武俊社長にテーブルマナーも習って、とっても楽しい時間になったね。あと当日は黄色を身につけるドレスコードを設けて、ベストドレッサー賞も贈呈したね。次はいつ開催されるの？次は12月11日水曜日、10時30分から1時30分だよ。場所は前回同様、九州電力宮崎支社1階のイベントスペースで開催されるよ。初雪を楽しむ食農カフェということで、カラーピーマンやニラを中心にお勉強するよ。生産者の方にもお越しいただく予定なんだ。この2品目に加えて、宮崎牛やいちごを使ったクリスマス感たっぷりのこの日限定特別コース料理も楽しめるからおすすめだよ。さらに今回はクリスマスを彩るフラワーアレンジメントも実施するよ。誰でも参加できるの？事前に申し込みをされた方、先着40名様限定なんだけど、現在電話での受付がスタートしているよ。参加費は昼食、家財代込みで3000円。ご覧の番号までご連絡ください。電話でのみの受付となります。わからないことがあったら、その時は JA 宮崎経済連の企画広報課まで電話してね。みんな応募してね。